時は寛永17年、三代将軍徳川家光は東照大権現家康公の霊廟を参詣する日光社参の道中、御成道の川口宿は釈成寺で昼休憩をとっていた。特に本日は暑うござんしたな。暑さが厳しかったその日、住職が用意した一品、それを家光が口にしたその時であった。塩辛。なんじゃこれは。香の元でございますか。毒味の時はさほど塩辛くは。お主の舌はどうかしておるのか。和尚、このような塩辛いもわしに食わせようとはその方。それは川口。たわけ。こんな塩辛いもん食うような土地二度と来るか。おなり道は取り潰しじゃ。そのような香のもの一つで、お主は死に口元へすると思います。上様、およせよ。仏の御前でございますぞ。どうかどうか納めよ。許さんわ。これは一体何の音じゃ。カン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 。あ、音でござりまするか。やかましいの。上様、上様、上様、上様。なんじゃこれは。誰？無礼者、控え。わしは三代将軍徳川家光。花さんか。何お殿様みたいな格好をして。いい大人がこんなとこでコスプレとか何考えてんの。なんだ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 このコスプレ親父は。え、和尚、その方いつの間に着物を変えた。あなたはもしや徳川家光殿。何をとぼけたこと。これは一体何じゃ。すごいすごいぞ定め。はい、やはり釈成寺の御成道伝説は本物だったんだ。御成道伝説。殿、これが釈成寺に代々伝わる御成道伝説の絵巻物にございます。三代将軍徳川家光釈成寺にて実に400年の時を超える。これは殿はタイムトラベラー、時間旅行者なのです。ここは殿がいた時代から約400年後、未来の川口というところでして。未来で、タイムトラ。殿、心配はご無用です。殿は必ずや元の時代に戻れます。おなり道に眠る5つの宝鉄を集め、それを正しく使うべしとあります。これが宝鉄。これを5個集めれば殿は必ずや元の時代に戻れます。おなり道の上に印が5箇所、一番手前が釈成寺です。わしが探し出すのか。さよう。殿がご自身で見つけ出さなければなりません。ん？これわし？そしてお供は萌えがいたします。え、萌え。これ私？うん。この通りすれば戻れるんじゃな。さようにございます殿。
相分かった。やっとの飲み込み早すぎるでしょ。レッツ御成道伝説。お父さん、私忙しいんだって。頼むぞ。俺なんでこんなちょんまげ高飛車親父の面倒見なきゃなんないのよ。こなまいきの娘じゃの。江戸に戻ったら必ず御成道は取り潰してやるからの。ちょんまげ剃り落とせないの。無礼な娘じゃ。曲げは武士の魂ぞ。恥ずかしいんだよ一緒に歩くの。ちょんまげだ。どこのわらべが泣いておるのじゃ。あの赤い玉は何じゃ。風船だよ。ああ、宙に浮く玉。あれが木に引っかかっちゃったから。殿、手を離すでないぞ。ありがとう。いい子じゃ、いい子じゃ。これ。殿、街中で刀抜いちゃダメ。どこへ行くんじゃ。これお殿さんがね。すごいですね。本格的だな。刀は武士の魂ぞ。お待たせしました。はい、ちょっとこれ持ってきて、持ってきて。どうぞ。お願いします。はい、座って。なんじゃこれは。はい、あ、こちらが御成道が書き込まれている川口市の地図です。ありがとうございます。ここちょっと持ってて。大体の場所わかるけどな。あの、すみません。徳川家光400年の時を超える。あの、これうちの寺に伝わる巻物で。本物？本物じゃ。これ信じるの？この罰印の場所を探しておる。かしこまりました。あの、こちらコピー取らせていただいてもよろしいですか？はい、じゃあちょっと失礼します。お願いします。はい、これもう書き写したのか。しかも寸分たがわぬ。お主脳手の絵師か、それとも妖術使いか。からくりを使いました。合わせなくていいです。すいません。こちら地蔵院ですね。あ、鳩ヶ谷の。はい、地蔵院ならわかる。ありがとうございます。殿、地蔵院行こう。お、じゃあ他の場所も調べておきます。ありがとうございます。頼む。行くぞ。あ、忘れ物。忘れ物。あれ、行っちゃった。将軍の味がなんでこんなことやってるんじゃ。殿が帰るためにやんなきゃいけないんでしょ。自分のことは自分でやる。世界何やっとんじゃ。それは就活のエントリーシート書いてんの。殿が来なかったらちゃんと家で書くつもりだったのに。エントリー就活、怪しげな言葉ばかり使いよってからね。これはひょっとして、ん、なんじゃ、ひょっとしてお鉄。この感じ、これあったぞ。これだ、
く集め、トントン拍子じゃん。あと3つか。この調子でサクサク集めて江戸に。無理じゃ、もう動けん、疲れた、一分も動けんわ。うまい。なんじゃこのうまい漬物は。こういうのを最初から出しとけばおなり道も取り潰さずに済んだんじゃ。うまいな。どうぞ。うわ、すっごいわかりやすい。ありがとうございます。待って待って、殿、殿いる。あ、殿、めっちゃ待って。あの、これ。あ、昼間の。わし、わしか、こんな小さい。なんじゃこの小さき箱は、いって。動画、スマホ、もういちいち驚くのうざい。殿！あ、殿ではありませんか！あ、どうも、失礼します。あの、今日は、我が川口の市民を助けてくださり本当にありがとうございました。産業振興課の課長です。泣いてる子供のところに颯爽と現れ、その子を助け、名も名乗らずに去っていった殿と呼ばれる男、バズらせていただきました。この動画、課長が投稿したんです。本当だ、バズってるよ殿。あの申し遅れました。私、産業振興課の課長をやっております、稲忠道と申します。うん、わしは三代将軍徳川家光じゃ。殿が家光公？いかにも。かの名君が時を超えてこの川口にお越しくださったとは。SF に名機ありすぎ。あの、何か困ったことがありましたらいつでも私どもにお申し付けくださいませ。市民を助けてくださったこのご恩、必ずお返しいたします。うん、良きに計らえ。はっ。その時はお願いします。はっ。どうだ、殿とはうまくやってるか。大変だよ、ちょんまげだし、刀抜くし、もう恥ずかしいし、 SNS でなんかバズってるし。すげえじゃねえか。てか、あのさ、お父さんがずっとおなり道伝説のこと調べてるの知ってるし、本当に殿が来て嬉しいのもわかるけど、私就活でいろいろやんなきゃで忙しいんだからね。知らねえよそんなこと。 Time and tide wait for no man。 は？歳月、人を待たずという意味だ。だから知ってんじゃん、私時間ないって。今を生きろということだ。サダム。ナムダシタジョコンゴブンブルン。そんなんで煙に巻かれるか。こんな街出てって東京で就職する。そんなプロデューサー的なのになるんだから。空海。ナムダシヘンジョコンゴ。えいえい。ナムダシヘンジョコンゴ。カオスだ。南蛮の屋敷か、随分立派じゃな。では、ここに3つ目の法哲が。いや、ここじゃなくて、ね、ここ。門構えはそれなりじゃが、随分と汚れておるの。これでも立派な私のお城なんです。あら、まあ、随分すっとんきょな格好ですこと。これはすまん、あ、すまん。カスが。殿が悪口言うから。てか、次の法哲はこの家のどっかにあんのよ。多分、この井戸の下に。困ったな。ほとぼりが冷めるまで待つしかないか。殿。ん？なんじゃ気色悪いの。いいこと思いついた。
ここ？ここですね。四つ目の宝鉄。これは大変だな。殿さん、頑張ってるみたいですよ。なんか人増えてない？殿さんを手伝ってくれてる人もいるみたいで。本当だ。ねえ、これいいかも。え？いいかも。皆の者、ご苦労であった。ははー。じゃあね、殿、バイバイ。またね。達者での。バイバイ。何してるんですか？おお、ばあさん、どうじゃ、綺麗になったろ。頼んでませんけど。悪う言うてしもうたわびじゃ。それに周りの皆も手伝ってくれてのあっという間じゃ。手が届かなくて困ってたの。ああ。ちょっと待っててね。ん？どうぞ。おお、かたじけない。なんじゃこれは、キンキンに冷えた茶じゃ。うまいの。休憩したら、中もお願いできるかしら。ああ、品の良い顔をしてずうずうしいばあさんじゃな。まるでお服じゃ。あら、なれなれしい。私、名乗ったかしら。なんじゃ、ばあさんも服というのか。春日服です。持って、他にいらっしゃるの？お服の頼みとあっては断れんか。お服というのはあの、わしの乳母じゃ。春日の局というての。ごめんね、こんなことまでさせて。いいえ。てか、動画編集できるのすごいね。結構簡単ですよ。SNS 用の動画とか田舎町に頼まれるんで、たまにやってるんです。あとは個人的なものとか。藤枝さんってさ、すごいかっこいい大人って感じ。そんなことないです、うん、けど、そう思ってもらえてるなら素直に嬉しい。じゃあできたんで一度見てもらってもいいですか？はい。いいじゃん、めちゃくちゃいい。サムズアップしてウインクじゃないのよ。やってやって。かわいい。やだ。皆の者、里親を走って殿と宝探し。こんなに集まってくださるなんて。当たり前じゃ、わしが呼びかけたんじゃからの。さあ、おのおの方。みなさん、これを。何それ？地元企業の協力でお借りした金属探知機です。市役所ってそんなことまで切るんだ。たまたま知ってただけです、こういうのが好きそうな企業を。さすが藤枝さん。私たちは川口市のプロですから。皆の衆、かかれ。おお、よし、最後まずそこからだ。こっちの方はどうじゃ。なんかいます。お、何か見つけたか。これじゃないのか。殿、殿、見つかりました。まことか。おお、これは紛れもない宝鉄。ようやった、褒めて使わす。ありがたき幸せ。あった。
ました。あった？みんなあったって。あった。やばい。みんなありがとう。どうぞ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 。それでは皆の働きとこの出会いに。乾杯じゃ！乾杯！かあ！なんじゃこの黄金色の酒は、苦味とシュワシュワ感がたまらんの。うん。殿に協力できて嬉しいんですよ。徳川将軍家の人徳ってやつ。それよりもこれ。おお。萌さんのプロデュースのおかげです。プロデュース？私が？うん。殿が市民の皆さんに慕われてるのを見て楽しく協力できるようにあの動画を作った。そして大成功。いかがですか、萌えプロデューサー。見てよ、何酔ってんの。まだまだこれからです。乾杯。乾杯。何杯でもいけるの、これは。ありますね。いやいやいや、これはもう江戸に持って帰らねばいかんわ。今日はいい飲みっぷりをぜひ皆様に見ていただきたいと思います。やはりこちらの漬物はうまいな。もうきれいにするところがなくなっちゃいましたね。殿もこれでお役御免ですね。いやいや、しかしお服一人では心細かろう。わしがこっちにおる間は顔を出してやるゆえ何でも頼るがよいぞ。大丈夫ですよ。おかげでご近所さんもいろいろ手伝ってくださるし、今は何不自由してません。そう言われるとちょっと寂しいがの。私は十分よくしてもらいました。元の時代のお福さん、春日の坪根さんにも同じようにしてあげてください。忘れてやしませんか。ん？あなた本当は別に用事があったんでしょ。用事？ああ、そうじゃ、井戸ちゃん。奥、すまんが、ちょっと井戸を調べさせてくれ。はい。これは、おっと、意外と深いな。ここに最後の一個があるのか。それなんですが、これ。ん？なんじゃこの奇怪なやつは。キポラン？川口市のマスコットじゃん。はい、あの手のところ。おっ、宝鉄。そうなんですよ。ほら、こっちはキューポラの絵。キューポラは旧式の鉄を溶かす炉です。キポランはキューポラの妖精だ。キューポラだかキポランだか知らんが、どこにおるんじゃこやつは。この先です。よし、参るぞ。こっちです。こっち、まあ、はい、こっちか。行きましょう。お疲れ様です。佐藤選手、キュポランは。はい、しっかり取材してもらいました。客席の方に出て行きましたけど。本当ですか、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。あの美しい女子が鉄の牙を狩るのか。はい、かっこいいですよ。おい、あれ、あれではないのか。キュッパー！待って！キュッパー殿！
のグリーセンタル何してんの？グラビア撮影です。グラビア？あ、撮ったぞ。あ、キュプランいた。キュプラン、キュプラン、キュプラン。ここがグラビアしてる。お、いた、いた、いた、キュプランいた。ああ、そこへはどうやって行くんじゃ？あ、こっちです。こっち。ママ、こっちでしたよね。あれ？あれ？消えた。ご覧ではないか。下行ってみますか。下か。はい。この上かな。結構な。どこにあるんじゃ。いないよ。あ、あ、あ、外にいます。お、結構。すばしっこいやつめ。急いで。おお、そっちか。どこ行っちゃったんですかね、本当に。すまんすまん、なかなか様式の可愛いになれんで。私たちも追いかけましょう。乗って乗る。おお、どこへ行くんじゃ。あ、キュプラン降りてる。え、キュプラン、キュプラン降りてる。どこじゃ。あ、おお、キュプラン、キュプラン、殿、キュプラン。あ、途中でダメです。どこへ行った。ここのはずなんですけどね。もうダメじゃ。大丈夫、大丈夫ですか。おった。おったぞー。ガナ、キュパ殿。そんな能力どこにあったんですか。キュパ殿、キュパ俺そうです。ガナ、ガナ、ガナ、ちょっと待って。今せっかくキュパランドなんじゃ。おんぶか。はい、一緒に写真撮りたい。え、おー、じゃあみんなこっち向いて、ね、撮りまーす。はい、はい、ジンク笑って。キポランとトノの川口二大スター共演、レアですね。じゃあお父さんも一緒にどうぞ。はい、スキップシティあたりでイベントにできそう。はい、チーズ。はい、オッケー。はい、あ、ありがとう。達者での。キポ疲れた。なんじゃキプラン。法鉄。キポキポ。五つ目ゲットじゃ。どうぞ。やっと揃いましたね。わ、いい顔。はい、チーズ。5つの宝鉄がここに揃うと。しかし何にも起こらない。絵巻物には5つ集めろとしか。お父さんもここに書いてある以上のことは分からないって。まあ最悪の。え？いや、漬物はうまいし生ビールは最高じゃ。それに萌殿のおかげか川口のためにも慕われておるしの。そんなのダメに決まってんじゃん。なんじゃ、わしが残るのが嬉しゅうないのか。嬉しくなんかない。あ？そもそも私は殿が元の時代に帰りたいって言うからいろいろやってきたんじゃん。それはちょっと人気あるからって。何調子乗ってんの。調子。ちょっと萌さん。仕方がなかろう。ここに書かれた通り5つの宝鉄を集めたのに戻れんのじゃ。ならばわしはここで生きていく。何今の。うん、あれ、何これ。え、この日付おかしくないですか。え、殿、殿がいた江戸の世は何年でした。寛永17年じゃ。あ、西暦が使われてるはずないんです。この八の横のちっちゃな丸は何じゃ。いいな、パーク。これ借りていく。おい、萌え、
萌さんにもきっと思うところがあるんじゃないですかね。ここは任せてみましょう。言い過ぎた。殿が残るとか言うから、このまま殿がいる未来がよぎって、なんかちょっとだけど嬉しいって思って、びっくりして。確かにわしがこの時代で面白おかしく過ごせておるのは、ひとえに萌殿のおかげ。いささか物言いが過ぎたかもしれん。ほう、ここいらはものづくりの職人たちの町か。何百年もそれを続けておるとは立派なことよのう。何百年か、自分が死んだ先のことなど考えたこともなかったわ。そんなわしがこんな未来に取り残されるとは、皮肉なものよのう。何百年後の未来のために植えられた木か。目先の就活のことばっかりで、殿が来るまで何百年前とか何百年後とか考えもしなかったな。ひなパークまで来てなお何も来んないじゃん。それ何？誰？ここの学芸員。その金属さ、ちょっと見せてほしいんだけど。ダメ？ダメに決まって。まさかこの人に見せるために。いいよ、何か分かったら教えてほしい。錆びた鉄っぽいけどな。この錆び方でこの形か。もしかして、ここ行ってみて。何？日産鋳造所。あ、もしもし。うん、電子顕微鏡とさ、成分測定器って今使えるかな。この音、釈成寺でぐにゃりとなる前に聞いた音じゃん。よし、いけよし、いけよし、これじゃ、この音じゃ。おい、なぜここに？いや、なんでここに？いや、お主こそ。あら、今日はお客さんが多いな。嬉しくなっちゃうよ。どうじゃ？うん、確かにベーゴマだね。ベーゴマ、ついに宝鉄の正体が分かったか。重さ、材質、こんな感じで出土することもあるしね。宝鉄を正しく使うってのは、5つ同時に回してぶつけ合う。でもこれ回んないよ。なんと、
これだけ錆びて形変わっちゃうとね。そんな。ここに来て万事休す。ごめんね、殿。いや、わしも確かに調子に乗っておったかもしれん。すまんかった。それもだけど、殿、もしかしたらもう帰れないかもしれないじゃん。なーに、わしが帰らんでも徳川には跡取りがたくさんおる。少し早く将軍が代替わりするだけのことや。でも、殿のこと待ってる人だって。いるかの。わしがおらんようになった先の未来のことなどちっとも考えておらなんだ将軍。誰も待っておらんのではないのか。そんなことないよ。いいんじゃいいんじゃ。このままこの平和な時代におなり道の殿として生きていく。うん。それに正直の、もう生ビールとスマホのない生活も考えられんしの。スマホ？俺。これは。なんじゃ今のは。これこの間もあったやつ。殿が戻るのを諦めかけた時、歴史が変わりかけてるんだ。おなり道を取り潰せなどと言うたばかりに、塩辛い漬物ごときでわしはなんということを。漬物、殿、ついてきて。川口は鋳造の町。こうやって年中暑い工場で滝汗をかいて働く人たちが支えてきた。だから川口の漬物は塩辛く作られてる。え？どういうことじゃ。汗を流しすぎると体の中の塩が足りなくなる。それを塩辛い漬物で補給してたの。だからきっとご先祖様は殿がたくさん歩いて汗かいてるって思ったから塩辛い漬物を出したんじゃないかな。いや、わしはカゴに乗っておったから汗はかいとらん。でもこっちのは美味しかったでしょ。ああ、令和の漬物はうまい。あれも塩辛い漬物だよ。昔と変わらない。なんじゃと。同じ漬物。湯が出るぞ。行こう。あれぐらい滝汗かいてたよ。川口のみんなのためにいっぱい汗かいて、みんなを笑顔にしてくれた。かかれ！目の前にいるみんなのために働ける立派なお殿様だよ。お前、ありがとう。あの錆びた宝鉄、この者たちの手を借りればベーゴマに戻せるのではないのか。え？川口は鋳物の町なんじゃろう。稲殿。殿、お待ちしておりました。どうぞご覧ください。
イーナパークの。いや。平田さんは川口随一の科学者なんです。川口氏が誇る科学分析のエキスパートとベーゴマ作りの職人たちです。殿のために集めましたドリームチームです。殿、これでご恩はお返しできましたでしょうか。皆殿、かたじけない。では諸君、ここに川口氏の H と総力を結集して我が殿を必ずや江戸の世に帰還させるぞ。皆の者、ありがとう。わしは川口の町が好きじゃ。皆と笑い合い共に汗を流すのが大好きじゃ。しかしわしが江戸の世に戻らねば、おなり道は取り潰され、この川口の繁栄も水の泡と消えてしまう。この町の未来を守るため、このおなり道の殿に皆の力をお貸しくだされ。もちろんだ。では殿、号令を。はい、わかった。それではおのおの方、この五つの宝鉄より時を超えるベーゴマを作り出そうぞ。えい、えい、うおよし、サビを元に戻すぞ。そんなことできるんだ。酸化還元反応処置、用意。はい。鋼鉄の 3D データ復元できました。こいつは格録だな。この模様、なかなか粋じゃないの。おお。いや、しかしわしは武士じゃからの、男巻きで頼もう。女巻きの方が簡単だから。いやいや、しかしわしは武士じゃから。ただの名前、ベーゴマに男も女も関係ないって。ベーゴマ大会の優勝者たちは厳しいですよ。練習あるのみじゃ。イノちゃん、教えてあげて。はい。こうでいいのか。はい、くるくる巻いていきます、うん、こう巻いていくのか。川口の師匠だったんです。なるほど。あとは回すだけですね、うん、殿、こちらも準備万端ですよ。おしょう。サダム。川口の民よ、本当に世話になった。皆のおかげでわしは再び江戸の世に帰ることが叶いそうじゃ。どうか笑顔で送ってくれ。向こうの福さんによろしくね。お福、承知いたした。こちらの川口はお任せください。稲殿、おなり道は未来永劫。川口の皆さんで盛り上げます。殿、どうかお元気で。藤枝殿もな。お元気で。さようなら。頑張れ。
就活とやらで悩んでおるのか。あ、そんなんじゃないよ。まあ東京もいいんじゃろうが、どうじゃ江戸に就職せんか。江戸？江戸城じゃ。遠慮しとく。東京もだけど。おう、ではこの川口は萌殿に任せようかな。殿に任されたらしょうがないね。さあ、では参ろうか。の民よ、さらばじゃ萌え。バイバイ殿、ありがとう。上様、上様、堀田、中根、あ、お、お、上様、その香の物は？うん、塩が効いておって実にうまいの。和尚。これからも日光社に参るときにはここへ寄らせてもらうぞ。そのときにはこの塩辛い漬物を必ず出すようにな。ありがたき幸せ。おい大男、私めにございますか。墨と筆を持て。ははあれはわしの字じゃ。自ら書いた巻物を信じぬわけにはいかんかったからの。見れて大蔵にお申し付けくださいませ。どうだお主らも共に汗をかかんか。滝汗をかいた後の酒と飯はどんな地層よりも美味ぞ。ああ